アレクセイ・ヒョードロビチ・オルロフ公、フランツ・クリューガー作、1850年。アレクセイ・ヒョードロビチ・オルロフ公は、ロシア帝国の軍人、オルロフ家出身で、ヒョードル・グリゴリエビチ・オルロフ伯爵の諸子。ヒョードル・グリゴリエビチ・オルロフ伯爵の諸子として生まれ、ナポレオン戦争では1805年の戦役から1814年のパリの戦いまで参戦した。 1825年のデカブリストの乱で、衛兵隊の騎兵連隊を率いて、鎮圧に当たったことで伯爵に上され、1828年から1829年までのロト戦争での功績により、中将に昇進した。ロト戦争の講和条約である1829年のアドリアノープル条約では、ロシア代表を務め、 1833年にはコンスタンティノープル駐在ロシア大使に任命され、国会艦隊の総指揮官を同時に務めた。皇帝ニコライ一世に深く信頼されており、1837年の海外視察ではニコライ一世に同伴した。クリミア戦争中の1854年にウィーンに派遣され、オーストリア帝国をロシア側に引き入れるよう命じられたが、失敗。 1856年のパリ条約では、ロシア代表として署名した。同年に、クニャージに除され、ロシア帝国国家評議会議員に任命された。1857年には、皇帝アレクサンドル2世が、不在の時に、ノード解放を検討する委員会の議長を務めたが、彼自身は、ノード解放には、全くの反対であった。1862年に死去した。 1827年に一人息子、ニコライ・アレクセイ・エビジオ・リュロフを設けた。ありがとうございます。